私とメリアちゃんは最初からよく揉めていたわけじゃない。それは私がメリアちゃんのことを考えていた時だった。ただ、私はずっとメリアちゃんと一緒にいて、疑問に思ったの。メリアちゃんの本音ってどんな感じなんだろう。メリアちゃんは誰に対しても礼儀正しく、敬語で、偉そうな態度とかせず、非の打ちどころがないお嬢様って感じだった。私たちの失敗を咎めもせずに根気よく教えてくれる。それは私たちにとってすごく嬉しいんだけど、私はどこか無理をしていないか、心配だった。周りのメリアちゃんは頑張ってくれてるから、優しい言葉しかかけない、むしろそういう言葉しか浮かばない。私はバカで不器用だから、私なりのやり方で試してみた。メリアちゃんってさ、私のことどう思ってる？すごくバヤッカだと思いますよ。それだけ。そこから長々と私を褒めるように喋り続けた。だけどその会話の中で一切私に対するダメ出しをしてこなかった。私はそんなにすごくないよ。私はそんなに褒められるだけのことをしてないよ。私は普段からたくさんミスをするよ。私はふと本音をメリアちゃんにこぼした。メリアは私のどこを見てるの？え、案外何も見てないんだね。カナの次元世界に入って少し経つけどさ、それでもメリアちゃんは私を3年間も見てきたわけじゃない。それで私のいいところとお情け程度の短所を言われて納得すると思う。私はそんな。それじゃあ私から見たメリアちゃんを言ってあげるよ。ここからの私は止まらなかった。いいところよりも悪いところを言い続けた。悪意があったわけじゃない。私はただ、メリアちゃんの悪い部分もたくさん知ってる。その上で引き出して伝えたかった。その結果、なんでそこまでやらないといけないんですか？せっかちゃんのバカ。まあ、想像通りメリアちゃんは怒った。というかちょっと短気なんだって初めて知った。とりあえず、私は喧嘩をしたかったわけでもないし、すぐにメリアちゃんのところに行った。私はすぐに謝罪をした。だけどメリアちゃんも、さっきはやりすぎました、と謝ってきた。それどころか、恩恵で治る傷なのにわざわざ手当てまでしてくれた。本当メリアちゃんはいい子で仲間思いで、すっごく優しいんだなって思った。メリアちゃん、せっかくだからさ、今日は一緒に寝ようよ。いいですけど。メリアちゃんは不思議そうな顔をして流れるように了承した。現地でも全部知ってるわけじゃないんだなってちょっと微笑ましかった。ねえ、メリアちゃん起きてる。起きてますよ。ねえ、ちょっと手を繋ごっか。は、何ですか？これならいいかな。うまくメリアちゃんの顔見えないし。さっきのこと？まだ怒ってる。気にしていないと言えば嘘になります。そっか、でもあれ全部私の本音。そう？何ですか？でも私が言いたいのは、それだけメリアちゃんのことを知ってるし、見てるって教えたかった。別にメリアちゃんの短所は嫌いじゃないよ。むしろ大好き。神様のくせにどこか子供っぽくてさ。何ですか、それ。でもメリアちゃんは私の短所を言わないでしょ。私だけじゃない、他のみんなにも。当然ですよ。だって言っても不愉快な気持ちにさせるだけじゃないですか。そうだね。でもずっと黙ってるつもり。これから一生ずっといるのに。私はね、学校のクラスメイト程度の付き合いならそれでもいいと思う。だけど私やパト、メリアちゃんや他のみんなはこれから数十万という途方もないほどの時間、一緒に過ごすんだよ。だからね、私には全部打ち明けてほしい。汚い言葉、醜い感情、不満とか愚痴、メリアちゃんが普段抱えるストレス。私には遠慮しないでほしい。それできっと今後喧嘩することだって増える。だけど、私はそんなメリアちゃんと一緒にいたい。私はメリアちゃんを一番の親友だと思ってるから。そんなの、難しいですよ。どうできたじゃない？メリアちゃん意外と短気だからいけるわよ。でもそれって辛くないですか？無難に仲良くしていった方が。でもそれでメリアちゃんはずっと我慢しないといけないんだよ。だからさ、私だけでもいいから、もっとありのままの自分を出してほしい。パトには見せてるだろうけど、それでも見せたくない素の自分もあるでしょ。そこを私たちで一緒に支え合おう。そういうことですか？不器用ですね、相変わらず。だって私はツンデレよ。めんどくさいに決まってるじゃない？せっかちゃん、ありがとうございます。うん、今日はごめんね。いいですよ。でも言葉に責任持ってくださいね。私も、一番の親友として身を委ねますから。上等よ、いつだってかかってきなさい。それで今日も私だけ悪者にして、ひどすぎますよ。先生って生徒からしたら共通の敵になりやすいから仕方ないね。理解しないのが悪いんじゃないですか？どう教えたら理解してくれるんですか？もう、堂々、正直私もわからないし、考えよ。ここに一番の問題児。よく考えたらせっかちゃんが一番面倒でしたよ。だってメリアちゃんの教え方は、この基礎は知ってて当然、できて当然、って感じだからむずいのよ。教えたんですから覚えてくださいよ。無茶ね、バカを舐めないことね、あんたの思い通りにはいかない女よ、私。このバカせっか。
役割という自分の立場に負けて本音を捨ててしまおうとしているから。脆かったですね、案外。まあいい、教育はこれで十分でしょう。あと一撃、これを脳天について終わり、せいぜい反省してください。いいのか、その一撃を私にぶつけたらもう言い訳を失うぞ。本音はあからさまなんだ、また悪い癖が出てる、それを分かってんでしょ、メリア。政府混同は別ですよ。私は確かにセッカちゃんの親友です。ご主人の専属品です。ですが、それでも市場を入れてはならないんですよ、ことこの件に関しては。それで誰が報われるっていうのよ。今は報われなくても、未来いつかどこかできっと報われる。私はそう信じてる。私はこの判断に後悔なんてしない。ストップ、この試合は無効だよ。まだ開始していないのに。中継も止めてるから、とりあえず両者戻って、勝っては許さないよ。仕切り直しか。まああのままだとメリアの勝利であっけなく決着していたからな。よしとしようか。どうしよう。セッカのところに行け。メリアはさほどオーラも減っていない。次の試合に支障はないだろう。うん、まだ主様寝てるからお願いね。本当、私だってめんどくさいと思ってるけど、流れと決まりがあるんだから、そこはしっかりしてよ。扉も壊して、連勝だからね。あれ、仕切り直しか。正直助かった。あのままだと本当に終わってた。まずいですね。一度セッカさんに技を見せたら次はつきにくい。また別の戦法を考えないと。残念だわ、あそこから逆転して心を得し負ってやろうって思ったのにね。つながりは良した方がいいですよ。負け犬の遠吠えにしか聞こえませんので、せいぜいミエルさんに傷を治してもらって頭を使うことですね。さっきの二の舞になりたくないならね。本当よ、その余裕顔がいつまでも続くと思わないことね。でもすごいな、昨日セッカ選手と戦ってボロ負けした私だけど、まさかそのセッカ選手にはもう一方的に。そりゃ、副隊長も手も足も出ずに泣いちゃうわ。私なら命乞いしながらちぎるね。すみません、セッカちゃんの治療に入ります。あ、悪いけど控室に戻って紹介から仕切り直すから。いやー、いいものを見せてもらった。さすがはメリアだ。力落ちても身についている技術まではなくならないな。次はきっと対処してきますよ、セッカは。喧嘩していても信用しているのだな。微笑ましいものだ。当然ですよ、セッカは親友です。だからわかるんですよ、あの頑固者は絶対に力でねじ伏せないとって。頑固者はお互い様だと思うがな。とりあえずお互い納得するまで喧嘩するといいさ。不完全燃焼は気持ち悪いからな。主様起きろ。主様の嫁と嫁の修羅場だぞ。こんなものなかなか見たくても見れないぞ。この状況を楽しまないで。少しは頭を冷やせ、このバカ者が。なんだ、今のずさんな試合は、感情的になりすぎるから力がダイレクトに出力されないんだ。喧嘩しても構わん。だがそれで己を見失うのは愚か者だ。反省しろ。そうね、ちょっと周りが見えていなかった。とりあえず謝罪は俺がする。お前は目の前の試合に集中しろ。いいな。ありがとうございます。これでオーラと怪我は完全に完治したよ。ありがとう、ミエルちゃん。ふう、少しは平常心にならないとすぐにメリアの戦術に翻弄される。最大のパフォーマンスを出すのが大前提なんだから、しっかりしないと。ねえ、セッカちゃんって、構成、使えているのになんでオーラに応用しないの？え、使えてる。使用中何度か使ってたよね。なんかの立ち、って技で。え、あれでいいの？うん、あれを常時使い続けている状態が、構成。だからセッカちゃんもその戦い方をすれば今より効率のいい戦術を作れると思ったんだけど。そっか。私、できるんだ。ありがとう、ミエルちゃん。すごくいいアドバイスだよ。うん、頑張ってね。少々トラブルがあったけどもう大丈夫。臨機応変に対応できるスーパー美少女、シェーンちゃんがどうにかしちゃいました。それでは選手の二人は入場してくださいな。仕切り直しだ、メリアちゃん。最初に入場してきたのは引きセッカ選手。一回戦では臨機応変な対応力と実力を見せてくれました。そしてこの対決はなんと、指定対決。メリア選手が師匠で、セッカ選手がその弟子ということです。これはセッカ選手がどこまで師匠であるメリア選手を追い込めるか、見ものです。次は大丈夫、感情に振り回されない。そして後から入場したのはメリア選手。一回戦ではうちの自信かなりかけおやじっ子を泣かしてきました。そしてその実力は本物。なぜならセッカ選手の師匠なのですから。メリア選手はセッカ選手相手にどのようにねじ伏せるのか、師匠の意地を見せることができるのか、超楽しみ。何度でもねじ伏せますよ。セッカちゃんが納得するまでね。それでは、2回戦第7試合、セッカ選手対メリア選手。試合開始。
視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。